では、えっ、ー、と、2月の定例会始めたいと思います。皆さんよろしくお願いします。うん。うでは、定例会のまずグランドルールからいきたいと思います。えっ、ー、と、いつも通りですね、えっ、ー、と、かっこつけない、失敗を恐れない、否定をしないっていうところ、しっかりお願いします。えー、新たに入ってきた人たちは、みんなお名前の変更だけ、いつも通りお願いします。えー、本日のスケジュールなんですが、まずは、 えっと、ゲスト紹介、株生さんの紹介をして、投資実績ランキングを挟んでから講義をしていきたいと思います。講義は4時までの予定で、4時から25分までは質疑応答の時間の予定です。で、その後に事務連絡をして、えっ、ー、と、手で買い終わりという形にしたいと思います。では、えっ、ー、と、ゲスト紹介をしたいと思います。えっ、ー、と、まず、ゲストは株生さんです。えっ、ー、と、<laughs> 皆さんご存知の方も多いと思うんですけれども、えっと、趣味株式投資することということで、えっと、中学2年生から投資を始めて、えっと、2021年には、えっと、本も出版されています。では、えっと、次に投資実践ランキングをいきたいと思います。えっと、今回はちょっとあの、あまり時間が ないので株券さんにできるだけコーしていただきたいのでアドバンススタンダードクラスえっと両方あのー、一緒に来てありますで今回は1位が原田寛演さんのプラス20万円の元でに対してプラス40.46%の28万929円ということで原田寛演さんが1位ですおめでとうございます。 今回はちょっとインタビューはなしで、ちょっとサクッと進ませていただきます。ごめんなさい。で、2位が中島さん。これはプラス20.77%で、24万1542円になっています。おめでとうございます。で、3位が柴田さんです。柴田さんは、えっと、プラス17.1%ということで、23万4200円まで上がっています。素晴らしいですね。で、ここで、えっと、15位まで。 載せてありますので、皆さんおめでとうございます。はい、ちなみに株生産、株部戦さんは37.7%上げてるということで、株部戦さんに、えっと、この投資実践ランキングを見てどう思うかということをちょっと聞いてみたいと思います。株生産さん、こちらの投資実践ランキングを見ていかがでしょうかあ、今日は皆さんよろしくお願いします、株生戦です。お 僕が、ね、37.7で原田さんの方が上なんで、今日は原田さんに講演をしていただこうかなというふうに思ってますけど、どうですかねっていうのは冗談ですけど、あの日経平均があのその間、8.39%プラスだったんですね。で、個別株投資やるときに、一番大切にしなきゃいけないのは、やっぱりインデックスに勝てるかどうかっていうのはすごく大事なポイントで。 でまあ、今ね、あのー、成績が出てる、14員までの方は、一応インデックスを超えてるってことで、素晴らしい成績だと思います。まあ、残念ながらその、ね、日経平均より勝てなかった人は、なるべくね、あのー、日経平均の方が上ってことは、まあインまあ、今回の、ねえっと、N コーさんではそのインデックス投資っていうのはダメっていうことだったんですけど、まあ、あの普通の、まあ、あの一般の場合はインデックス投資もできるので。 だったらそのインデックス投資でもいいかもしれないねっていう、ね、選択肢は広がると思うんですよね。ただやっぱり個別株投資やるんだったら頑張ってね、そのインデックスを超えるようにあの頑張っていきたいところですね。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そしたら、えっ、ー、と、早速、ご講義の方していただきたいと思いますので、ちょっと進みさせていただきます。そんで、えっ、ー、と、皆さんあの、講義の途中とかでも、ぜひあのチャットで何か感想とかあの書いてくれたら嬉しいです。 そしたら、えっ、ー、と、いきます。あ、ちょっと待ってくださいね。はい。では、講義していただきたいと思います。では、かぶせんさんにバトンタッチしたいと思います。よろしくお願いします。はい。改めまして、皆さん、はじめまして、かぶせんです。よろしくお願いします。えっと、今日はですね、あの皆さんにぜひあの、学んでほしいことが3つあります。あまりたくさんだとね、皆さんも多分頭パンクしちゃうと思うんで、 あの、私がこれまでほん36年間ずっと、まあ株式同士だけであのやってきたんですけど、その36年間の経験の中で、やっぱりこれってあの大切だよねっていう、まあ本当に、まあ根幹というか、基礎の基礎みたいなところになってくるんですけど、まあ当たり前に聞こえてしまう子はいるかもしれないですけど、あの、改めて聞いていただきたいなと思います。3つあるんですけど、1つ目が、まずその、 えー、正しい情報を見極めることですね。えー、の今の時代、やっぱりこう、皆さんも X とか、まあそういう SNS とか、まあいろいろそういうものを見て株の情報をね、得たりする子多いと思うんですけど、じゃあその情報って本当に正しいのっていうのをちゃんと見極めるっていうことがすごく今大事な世の中になってきてます。なので、あのー、正しい情報ね、何が正しいのか、この情報は本当に正しいのか、そういうことをしっかり見極めれるような、 え能力を身につけてほしいなと思います。で、二つ目、えー、自分の頭で考える習慣をつける。まあこれも当たり前のことのように聞こえるんですけど、やっぱり株式投資ってどうしてもそのお金が絡むことだし、やっぱりそのまあいろんな人がいるんですけど、まあ、多くの人が楽して簡単に儲けたいっていう人が多いんですよね。で、そうなっちゃうと自分で考えるんじゃなくて、なんかうまくいった人の銘柄をパクッと ですよでもそれって結局長続きしないんですよね。まあ、テストで言うとその時だけカンニングでできたみたみいな感じですだけど実際次のテストになるとカンニングできるとは限らないし果たしてその、ね、あのカンニングしたものが絶対正しいかどうかっていうのは分からないので、まあ、そういった意味で株をやっぱりね長く続けていこうと思うのであれば、えー、自分の頭でねやっぱりしっかり考えていく習慣を身につけるっていうのは私はすごく大事じゃないかなと思っています。 で3つ目、えー、自分自身で判断して決める習慣をつける。これもまああの上,に上の,その2番にちょっと近いんですけど、やっぱりその考えることも大事なんですけど、やっぱり判断することも大事なんですね。結局、あのどんな情報から、ね、いろいろ情報を自分が得たりとか、まあ、人から話を聞いてでもいいんですけど、結局、最後にその売りボタン、買いボタンを押すのは自分なんですよね。自分でポチッとして あのまあ、株式を売買するわけなんですけど、やっぱりそれを、やっぱり自分自身でしっかり、あのこれはもう後悔ないんだとか、自分は自分自身でこういう、あのー、ふうにあの決めたんだから、これでいいわっていうふうな形で、やっぱりきちんと自分でね、けじめをつけて、しっかりその,その場その場で判断していくことによって、あのー、もしあの失敗しちゃってもね、あとで反省として生きるしで、うまくいったかどうかっていうのは、 単にその儲かったから、うまくいったっていうので、ないですね。株式投資っていうのは、そういうことも含めて、しっかり自分自身で、ね、判断できるようになってほしいな、というふうに思っています。じゃあ、次、お願いします。で今日は、あの、賢明なる投資家になるためにってあるんですけど、これ、あの、賢明なる投資家っていうのは、まあ、私の二冊目の方のタイトルの一部でもあるんですけど、あの大元は、あの、ベンジャミン・グレアムさんの賢明なる投資家っていう本が。 まあ、パンローリングさんから翻訳されたものが出てるんですけど、まあ、その本は私一番好きで、でその,あのタイトルをちょっとね、取ってます。で、えー、基本編、応用編と2つありまして、まず基本編っていうのは、まあ、そのお金ですね、あのお金の本質とか性質をしっかりする知ることによって、 えー、投資っていうのは、やっぱりど投資っていうのど何のために投資するのかって、まあ、もちろんお金を増やすためだという人が多いと思うんですけど、そのお金の性質を知らないと、やっぱりうまく増やせないんですよね。なので、そういう意味で、性質と本質をしっかりここではもう一度復習しましょうっていうことですね。で、あとは次はふだ福利の力。福利の力ってあの分かる子いるかな、あのこ,これからあとも説明しますけど、福利っていうのはその、まあ、利息に利息がこう増えることを言うんですけど、 そうやっていくことによって、こう、雪だるま好きに資産が増えていくっていうのがあるんで、この力がね、あの、逆にこれを知ると、これは詐欺の商品じゃないかっていうのも見破れるようになるんで、ぜひね、あの、この福利の仕方のことを知っておきましょう。で、次が、えー、株式投資の優位性を理解する。まあ、株式投資ってね、なんで、あの、いいのか。 あるいはなんで私がこんなに株式投資が好きなんだっていうふうに考えたときにやっぱり優位性がすごく他の金融商品とか他のものに比べておあるんですよね。でその優勢のをちょっと説明していこうかなと思います。で次応用編なんですけど、えー、会計を理解するってあるんですけど、えー、この中で募金の,の資格とか持ってる子っているかな ?3 級でも2級でも1級でもなんでもいいんですけどいないかなあ持ってる 生徒もいいたと思います一応、会計というものを理解するにあたって、簿記を勉強すると僕,僕はいいなと思ってるんですけど、あの僕もね、あの正直、学校の勉強を、ね、全然しなくて、英語のテストが9点だったとかいうこともあるぐらい、頭バカなんですけど、ただ、やっぱり株に関係がある簿記とかはしっかり勉強して。 資格は取ったんですけど、やっぱりそういうね、株に役立つことはしっかり勉強した方が私はいいんじゃないかなと思うので、その中でやっぱり会計っていうのは勉強した方が私はいいんじゃないかなと思うので、ここのことをちょっと説明しておこうかなと思います。で、次が、あの、本当に価値があるものは何かを知るってことなんですけど、物の価値っていうのは、多分皆さん、あの、日常生活でもいろんなものが売って,てて、なんでこのね、商品ってこんな高いんだろう、なんでこの商品こんなに安いんだろうって、いろいろ多分 ねあのー、考えるることあるとあ思うんですよねで当然その株も一緒であの割安な株もあったり割高が株があったりとかいろいろあるんですよね。でその中でじゃ何が本当に価値があるものなのかっていうところですねそこを知らないと、あのー、本当に安物買いの銭失いなっていう言葉があるんですけどそういうことになっちゃうパターンもあるわけですよ。なのでここではその本当に何が価値があるかっていうのを見極める能力を身につけるとすごくいいんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。 で次があの多面的に、ね、見る習慣を身につけるとあるんですけど、これは物事をやっぱりね、片方だけの方向で見るとね、良くないんですよね。例えば、株を買うときでも、なんか上がることばっか考えて買うっていうのは良くなくて、私の場合、常に上がることも下がることも想定して買うんですよね。要するに、どっちの方向で見てもあの対応できるようになっていれば、どうなっても対応できるわけですよ。なななののでこういうういいい習慣を身ににつけるのはすごく大事じゃないかなというふうに 思っています。じゃあ次お願いします。で、まず、えっ、ー、と、基本編の方ですかね。 これですね。はい。えっ、ー、と、お金の本質性質を知るっていうところから始めていきたいと思います。で、皆さんもね、最近になってようやく日本もね、インフレっていう言葉を聞くようになったと思うんですけど、まあ、スーパーとか行ったりしたら、その、まあ、食料品の値段が上がってるなっていうふうに思ったりとか、いろいろまあ、感じることがあると思うんですけど、ここですごく大事なことっていうのは、お金っていうものは、 基本的にですね価値がどんどん下がっていくっていうことを理解しておこうっていうのが大事なところです。なので、あの例えばその貯金とかねあのお金を貯めるっていうのも全然いいんですけど、ただ、そのお金の価値っていうのはどんどん下がってきますから、現金のまま持ってるっていうのは一番ダメなことになっちゃうんですよね。 で、その例として、3つ今回書いたんですけど、まあ、一番上はちょっとね、これ、あの、明治13年なんで、僕も先生も全員誰も生まれてない頃のあれなんで、ちょっとまあ、あんまりね、あのー、パッと来ないと思うんですけど、明治13年、今から約何年前じゃ140年ぐらい前ですかね、の頃の1万円っていうのは、今の価値で置き,な置き換えるといくらになるんですかっていうと、なんと5300万円相当になるんですよ。なので、 逆に言うと、これ、お金の価値っていうのは、約140年間の間に、5万3421分の1になっちゃってるってことですね。だから、お金のまま持ってたら、すごく損してる。で、まあ、この数字だとちょっと馴染みがないと思うんで、じゃあ、1949年、昭和20年、まあ、これでもちょっと皆さんまだ誰も生まれてないし、僕も生まれてないんで、あれなんですけど、まあ、その頃の1万円と比較すると、あのー、 今の1万円の価値、当時の1万円というのは、今の7万71710円に相当するので、約7.7分の1ですかね、に価値が下がっちゃってるよということですね。なので、まあ、そうやって考えると、やっぱりその年数が長ければ長くなればなるほど、お金の価値っていうのは下がっていくっていうのは、これ見て分かると思うんですよね。でちなみに、その下の方のあると思うんですけど、当時、昔はじゃあ、どれぐらいの 1> 1円で価値があっったのかってどれぐらいの価値があったのかっていうのをちなみに書いてあるんですけど例えばねあの昔江戸時代の頃って1両っていう小判でねあのお金ってあったんですけどその頃1両であのお米が1 3 0キロ買えたんですよね。で今のお金で換算するとお米って今大体1キロ4 4 0円と計算すると約6万6000円の価値だったよっていうことですね物に置き換えるとね。 で、じゃあ、お蕎麦だったらどうなのってなんですけど、お蕎麦一杯って16問だったんですね。で、1問って、あの、まあ、1両って4000問なんですよ。なので、それを計算すると、まあ、お蕎麦一杯400円と想定すると、約16万2400円分の価値に相当するってことで、まあ、もによって全然ね、やっぱりその価値が変わって見えてしまうと。 で一番面白いのがあれですよね、この,、えーね、あの公務員の初任給とかなんかは、明治27の時五50円だったんですけど、まあ、それが今、だいたい一般職で、まあ、22万円ぐらい相当すると、当時だと8万8千円ぐらいだったんだよってことで、昔の方が、ね、賃金低かったんだなーっていうのが分かりますよね。はい、こうやっていろいろね、あのー、昔の値段とお金に置き換えていくと、何がその価値があの上がってきてるか下がってきてるかも分かるし、 全然その当時のお金と今のお金と比べると全然ねお金の価値っていうのは下がってるんだってことは分かると思うんですよね。で、次行きましょう。で、次大事なことなんですけど、これ結構大事です。お金は増殖する習性があることを理解するっていうことなんですけどね。えー、増殖するっていうのは何かっていうと、お金はあの時間と利息で増殖するんですよね。皆さんもあの株式投資やら、 っているんだったら分かると思うんですけどやっぱり運用することによって運用益が出てお金って増えますよね。で、一方で、お金を例えば銀行とか、あのまあ、例えば国債を買うでもいいですけど、そういうものにあの預けることによって金利がもらえますよね。で、そういうのでお金って増えますよね。だけど、その長く預ければ預けるほど金利も増えるわけじゃないですか。なので、あのー、基本的にお金っていうのは、時間と利息の掛け算で増えていくんですよね。 例えば、えー、1年間預けて利息が10%だったら1年で10%増えますよっていうような単純な理屈なんですけど、で、これはね、あの、株で置き換えると、えー、PR の逆数で、あの、駅リ回りとかって言うんですよね。で、これあの、あの、後でまたいろいろ勉強していこうと思うんですけど、そういう形で、やっぱりその、いかに長く運用して、 なるべく高い利回りで運用するか。これをしっかり、あのー、なんていうのかな、自分自身でやれるかどうかによって、お金ってどれぐらい増殖するかっていうのは決まってくるんですよね。で、これワンポイントなんですけど、お金ってのはその増殖しやすいものだと。だからこそ、 なるべく自己増殖しやすい場所にお金を置くという習慣を身につけるっていうのはすごく大事なことです。なのでさっき言ったように現金のまま持ってたりするのはやっぱり全然お金増殖しないところがお金の価値が減っていってしまうので良くないと。じゃなくてお金がなるべくこう増えやすいところ、増えやすいところにこうお金を自分で持っていく。これはあの自分自身がコントロールすることなのでそういう習慣を身につけるようになると将来お金をこううまく育てることができるようになるんじゃないかなというふうに思っています。 え次行きましょうで、まあ、福利の力を知るってことなんですけどここすごく大事でこの、まあ、福利っていうのはあのアインシュタインって皆さん知ってるかなあのすごく有名なあの物理学者なんですけどその人が福利っていうのはもう人類最大の発明日本で最も偉大な力っていうふうに言ったんですよねでそれぐらい福利っていうのはすごい効果があるよでこれはどういうことかっていうとこの表があるんですけど 単利と複利っていうのがありますよねで。単利っていうのは、あの、1年間決まった金額で利息をもらっていく場合は単利なんですけど、複利っていうのは、例えば5%で想定するんであれば、100万円預けたら次の年って、まあ利息がつくんで105万円なんですけど、次の年105万円をもとにしてまた5%ト運用していくっていうのは複利になってくるわけですよね。で、それをやっていくと、利息に利息を生むことになるんで、どん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 がついていって、その、 将来的にその、まあ5、5%の場合だと、えー、最大で30年後には1.7倍も差がついていくっていうことですね。このま、お金のところでもこのグラフになってますけど、いかにその福利で運用するっていうことがすごく大事だっていうことですね。で、次行きましょう。で、これはあの福利の利回り表です。で、これは、え、100を元手にして、 あの右側が、あ、ごめんなさい、左側は年数です。な年で、上があの何パーセントで回したかっていうのを表なんですけど、で、これを見て皆さんぜひね、学んでほしいのは、よくあの金融の詐欺みたいな商品って高い利回りを言ってくる商品があるんですよね。で、実際これで計算すると、そういう商品がいかに嘘かっていうのが、これを見ると分かると思うんですよ。で、た例えばですよ、年50%で運用できますよっていう商品があったとしたら、 えっと100、100を元手にした場合、まあ100万円です。でもいいですよね。100, 100万円でも100円でもいいんですけど、まあ分かりやすく100万円で言うと、50%で100万円を20年間運用したら、じゃあいくらになるんですかっていうと、33億円なんですよ。でそんなことありえないですよね。あのー、100万円預けて20年後に33億円になりますよって、そんなん絶対ありえないんですよ。なので、こういうのはもう絶対詐欺だなってのはわかるんですよね。で、実際あの、 皆さんウォーレン・ールンバフェットっていう方、ご存知ですかね、投資家でものすごく有名な方。でその方って、だいたい障害利回りって何パーセントぐらいだと思います今までずっと投資をしてきて、今、世界で一番お金持ちで8兆円ぐらい資産持ってるんですけどその人でどれぐらいの利回りだったかっていうと、だたいね、18%ぐらいなんですよ。なので、バフェットですらそれぐらい。なので、年間いかにそれより高い利回りを 取るのかって、まあ、すごく難しいかってことが分かるので、で、ここで下の方にちょっと書いてあるんですけど、えー、まあ、年30%以上の、あの、継続的な福利運用っていうのは、もういかに現実的ではないかということですよね。で、まあ、X とか見てる人いると思うんですけど、そういうところでね、なんかすごい儲けたって書いてる人多いと思うんで、それをまあ、 真に受けちゃう子も多いと思うんですけど、それはたまたま1年だけそういう利回りだったっていうこともあって、これ、継続的にもしそういう利回りが達成できたら、世界一のお金持ちになれちゃうぐらいのレベルになっちゃうので、それはもうありえないなっていうことで、まあ、現実的な副利運用として、大体株の場合っていうのは、まああの、15%から20%を、まあ、バフェットを超える。 パフォーマンスってはまあのは、まず無理だと思うので、それになるべく近づける利回りを出せるっていうのを目標にしていきたいなというふうに考えております。で、次行きましょう。で、これはあのトラックレコードっていうのはありますけど、過去の,その日経平均とナスダックとニューヨークダウの,あのこれ、株価のグラフです。これ、あの場所も大体これ、あの合ってますんで、あのえっと、同じ時系列になってるんですけど、これをまず見て、 わかる通り、まあ日経平均だけはね、その真ん中のあたりに89年のこれバブルって言われてる時なんですけど、この時の山があまりにも高かったので、まだその価格を、まあもうすぐね、今超えるような段階に来てますけど、超えてない状況なんですけど、まあこの異常な山は取り除いて考えると、どこ、どのそのニューヨークダウンもナスダックも日本、日経平均もどれもやっぱり右肩上がりになってるのがわかると思うんですよね。 でそのトラックレコードっていうふうにあると思うんですけど、これを見ると、大体その指数に投資した場合、どれぐらいの福利効果があったのかっていうのを、これはあのグ,ラフでしグラフと表で示してます。で、っ、まえー、と今年はまだ、ね、終わっていないので、去年までの数字で計算すると、まあ、ニューヨークダウンの場合は、福利運用、これ73年、1949年からのグラフになってるので、70あ49年から73年間、だいたい福利で7.6%ぐらいありましたよって。 でナスダックの場合は1970年からあの算出されてるんですけど、あの52年間で約複利で10.1%、要するにニューヨークダウよりはナスダックの方が福利はいいってことですね。でじゃあ、日経平均はどうなのっていうと、日経平均は1949年のところから、まあ、あの73年、ニューヨークダウと同じ分だけ切り取ってみると、7.4%なんで、ほぼニューヨークダウと同じぐらいの今の水準でも利回りがあったってことですね。なののでででここであのワンンポイントで知っておきたいのは えー、指数の長期リターンっていうのはだいたい福利で7%ぐらいの実績があるんですよってことですね。なので、まあたい指数を買っておけば、あの平均すると年7%ずつ福利で増えていくよっていうことを頭の中に入れておくといいと思います。なので、これよりもいい年があったら、あのー、今年はよあの普通より良かったなと。逆にこれより悪い年があったら普通より悪かな,なと。その一応基準となるのが大体7%だよってのを覚えておくといいと思います。次行きましょう。 で次は応用編いきます応用編は、ちょっと会計を理解するって、ちょっとあの応用なんで、少し難しい話になってくると思うんですけど、皆さん、頑張ってついてくるようにき、ついてきてくださると嬉しいです。ここであのあの、ね、おこでの カーネル・サンダースみたいなおじいさんいると思うんですけど、これは、この方が、ウォーレン・バフェットっていう、あの、有名な方ですね。で、この方が、あの、ある、その、テレビ局の取材に対するお答えをしてくださってるんですけど、質問の内容が、まあ、初心者あ、視聴者様から、ツイッター、Twitter、に質問が寄せられていますと、若い投資家に何かアドバイスいただけますかっていう質問したら、バフェットさん、なんて答えがあったかというと、まず、会計を理解していなければなりませんと。 我々にとって言葉のようなものですという答えをいただいたんですけど、まあ、これは私もね、その通りだと思っていて、やっぱりその会計が分かってないと、まあ、いわゆるこ、まあ、言葉が分からないような状態になってるわけですよね。それだと、あの全然その,その、まあ、投資した、ね、成果も含めて、それが良かったか悪かったかもあの理解できないし、あと、何、えー、て言うのかな、それを何をもにして投資したかっていうのが、なかなかこれを。 会計を知らないとよく分かってこないと思うんですよ。なので、会計を理解した方がいいと。で、会計というのは何かっていうと、まあ,あ、決算単身とか有価証券報告書っていうのはあると思うんですけど、こういうのって皆さん見たことあるか人いるかないないかなついあの先週までね、結構決算がいろいろ集中して、あの僕もずっと寝不足が続いたんですけど、あのそういうの見たことあるよって方いるかな何人かいるかな 見たことある人いたらなんか手挙、うん、げてくれると思います。う,すうん。あ見たことないって人もいいですあ。あります。チャットとかでもありますってこう結構。本当ですか。ありがとうございます。あのー、うん、はい。あのー、うん、うん、見る習慣をつけるっていうのは私すごく大事なんですよ。大だと思うんですよね。なのでまあ有価証券報告書はね少しハードル高いんで、まず、あ、まずは決算端子でその中でもその損益計算書と貸借対照表。 まあこの辺を見たりとか、あとキャッシュフローを計算書っていうのがあると思うんですけど、まあ、ここの説明をするとね、またさらにちょっと時間かかってしまうので、またあのもし興味ある方は、こういうのをね、またググっていただければ、いろいろ出てくると思うんですけど、これっていうのは、えー、大事なのは、会社の実態を把握できる唯一の資料なんですよ。いわゆる一時情報っていうので、私が最初に言った、今日大事なことで、あの正しい情報から、あのね、あの正しい情報を、 あの取るようにしましょうというのはあったと思うんですけど、まさにそれがこういう部分であって、会社がその公表する資料、こういうところをしっかりまず見ることがすごく大事だよということが、あのー、私の方から言えるかなと思います。 で、会計っていうのは結構ね、ルールが変わることが多いんですよね。例えば最近だと、ちょっとこれ難しい話になっちゃうんですけど、えー、3年、2年ちょっと前にその収益認識基準という会計基準が少し変わったんですよね。で、それが変わることによって、 会社の,その売上の計上の仕方とか、会社の利益の計上の仕方がちょっと変わったりすることがあるんですね。でそういうので、基準が変わることによって、またそのね、あのー、株に対する評価の基準が変わったりすることっていうのは結構あるんですよ。なので、こういうことが何かこう大きく変わることがあれば、 あのー、皆さんもね、あのー、ぜひね、簿記の勉強、まあ、したくない子が多いと思うんですけど、でも知っておくと、やっぱりね、あのー、理解がより深まるので、ぜひ皆さん、簿記3級ぐらいでも全然僕はいいと思うので、ぜひね、あの、興味があったら勉強してみてください。で、下の方に、あのー、勉強した方が良い資格ってあ,あると思うんですけど、まあ、星3つが簿記で、で、星2つが、まあ、これ、中小企業診断士っていうのは結構難しい資格で、まあ、あの、 で、あの、個人投資家で有名な、あの、最近の有名になった井村さんって、お笑い元お笑い芸人の井村さんかい方いると思うんですけど、あの方、中小企業診断士の資格持ってるんですよ。ね。だから、やっぱりそういう資格持ってると、かなりその企業庁舎の意味では有利なんだなと思います。で、あの、販売士ってあると思うんですけど、これはね、あの、何で入れたかっていうと、あの、私があの、株式投資をするときに、 やっぱ一番最初にどういう会社に投資した方がいいかっていうときに、やっぱり B2C の会社、B2C っていうのは一般消費者にあのあの物を売る。 えー、ビジネスをする会社のことを言うんですけど、B2C の会社から、あのー、投資最初を選んだのが分かりやすいと思ってるんですねで。そういう意味で、やっぱり B2C の,の業界でやっぱり一番その関連性が深いっていうのは、やっぱ販売士の資格を持っているといいんじゃないかなと思うんですね。例えば、えー、販売士の資格を持っていると何を学ぶかっていうと、その商品の陳列だとかあの、どういうルートで商品を仕入れているかっていう、そういうことを学ぶんですけど、例えばその陳列の位置一つとっても、 あの、売れ筋の位置っていうのは決まってるんですよね。目線の高さが売れ筋の位置なんですけど、例えばそういうところに商品がよく置いてあるような会社ってのものっていうのは、この商品ってやっぱ売り上げがいいんだなっていうのは、それを陳列の棚を見ただけでわかるわけですよ。なのでそういうことを知っておくと、この企業っていうのは、あの、ものすごく、あの、売れ筋商品だな,なっていうのは陳列の棚を見ただけでわかるようになるんですよね。やっぱそういうふうな形ですぐに判断できるようになると、投資のやっぱりね、 あの、成果も大きいと思うんですよ。なので、そういうことを知っておくといいんじゃないかなと思います。あとは、まあ、ファイナンシャルプランナーっていう資格もあるんですけど、まあ、これはまあね、あの、いろいろ、あの、まあ、家計簿だとか、まあ、そういうことになってくるので、まあ、あの、少しは、少しちょっと薄いかなと思うんですけど、でもやっぱりお金の仕組みとか、やっぱお金を、どういうふうにお金を使った方が効率的にね、いけるかっていうのを知る上ではいいのかなっていうふうに思います。で、次行きましょう。 ね、これはちょっとね、皆さんにも少し馴染みがあることかもしれないですけど、この本当に価値があるものは何かを知るってことなんですけど、あのー、今の時代って、本当にあのいろんなものにいろんな価格がついてるんですよね、株に限らず。で、あのーまあ、価値の大元になってるのは何かっていうと、まあ、時間とか時期とか思考の変化、さまざまな要因によって大きく変わるんですよね。 例えば時間で変わるものっていうのは何かっていうと、例えば骨董品。まあ、あの、おじいちゃんとかね、一緒に、あの、暮らしてる方では、おじいちゃんとかだとよくね、骨董品集めてたりっていう人いると思うんですけど、壺とかね、柿軸とかね、そういうのが骨董品なんですけど、最近だと、あの、ワインとかウイスキー、こういうのも、あの、時間が経てば経つ方で価値が上がってくるので,で、こういったものもね、あのー、価値があるものっていうふうに入るようになりました。で、次に時期ってあると思うんですけど、 これはね、本当にその時その時の、あ、あのー、ものによって変わります。例えば最近だとコロナが皆さんありましたよね。そういう時って最初の頃マスクが足らない、マスクが足らないってすごく話題になって、すごくスマスクの値段が高くなったりしたことってあったのを記憶している人いるかなわからないんですけど。 まあそういう形でね、あの、まあ食料なんかもそうなんですけど、やっぱりその食料、あのー、農産物が取れなくなる。例えば野菜が取れなくなってくるっていうと、野菜の値段って高くなったりするじゃないですか。で、そういうのってやっぱりそういう不作の時期とか、需要が爆発的に増えて生産が間に合わなくなる時期っていうのは、価格と価値がすごく上がったり、 することがありますよっていうことですね。で、次が思考の変化なんですけど、これは、あの、最近、あの、まあ、でもカーテン団っていう番組見てる人いるか分かんないんですけど、そういうところでいろいろ最近ブリキのおもちゃとか、例えばその現代アートとかって、そういうものって最近すごく高くなってるんですよね。これはなんでかっていうと、やっぱりそういうものを、あの、欲しいと思う人が増えてるからなんですよ。 で、昔おもちゃがこんなに価値が上がるって思ってる人ってほとんどいなかったと思うんですけど、やっぱり最近はそういうものに対しても、やっぱ価値があったりとか欲しいという人が増えてきたんで、あの、もの物の価値っていうのは変わってきてるんですね。やっぱそういう思考の変化っていうのもすごく大事かな。そういうのを捉えられると、すごく、あの、えっ、ー、と、まあか、お金をね、大きく増やせるチャンスを知ることになるんじゃないかなと思うんです。で、で、そ、その中において、 一方でその100年以上にわたっってて価値が残るものの何なの例えばその、ね、ブリキのおもちゃなんて、100年、ここ本当に数十年の話ですよね、価値が上がってきたのって。だけど、じゃあ,あ、100年以上にわたって価値が残って,きて残ってるものって何かっていうと、例えば土地であったりとか、例えば東京の一等地の土地っていうのは、昔からずっと価値があるわけですよ。 で例えばね、貴金属、金とか皆さん値段見てる人いるかな金って今1グラム1万円以上するんですけど、これもあの昔に比べるとものすごく高くなってます。で、まあ、宝石ってあ,のあまり皆さんご縁がないと思うんですけど、まあ、お母さんとかでもしかしたらダイヤモンド持ってるお母さんいるかもしれないですけど、宝石もね、あの、まあ、物によるんですけど、ものすごく価値が上がってる宝石もあります。 で、えー、骨董品。あの、骨董品の中でもすごくやっぱりね、有名な作家さんの骨董品とか、まあ美術品ですね。例えば絵とか。例えばね、レオナルド・ダヴィンチのモナリザの絵なんて、多分今オークションでたら何百億って値段がつくと思うんですけど、そういうものすごくあの、有名な美術品でのは価値があるんだよってことですね。で、最近の特徴として、このポケモンカードとか遊戯王カードとかって皆さん、あの、遊んだことがあるよって人いますいるかなあんまりいないかな あります。ありますかああ。で、そういう、あのー、カードでもものすごく価値があるカードっていうのが出てきて、例えばこれ、まあ具体的な例なんですけど、この、特にその、かこのカウストリザーのこれカードっていうのは、これあの、ステンレスでできたやつで、あの、大会でその優勝した人がもらえるようなカードなんで、本当に珍しいカードなんですけど、こういうカードに10億円の値段がついたりしたことがあるんです。あと、このポケモンイラストトレーナー。 あポケモンイラストレーータですかこういう、あの、普通の人はちょっと手に入らないカードになってくるんですけど、まあ、こういうカードの価値が4200万円の値段がオークションについたりとか、まあ、昔だとちょっと考えられないような値段がついたりすることってあるんですよ。なので、最近こういう、あの、もしかしたら株よりもね、こういうカードのこと詳しかったら、こっちの方が儲かるかもしれないぐらいですよね。<laughs> 僕もじ、僕自身もね、実際あの、遊戯王カードとか、 僕はあの、歳の離れた弟がいるんですけど、まあ弟と遊業カード、僕はあんまり最初は遊ぶ気なかったんですけど、弟が遊びたい遊びたいって言うから、遊業カードをこうね、あのいろいろ遊ぶことになって、そこでカードの価値とかいろいろ調べて、だからやったらすごいカードの価値が高いもんっと安いのがあるって気づいて、そこでね、フリーマーケットとかメール借りとかオークションでこう売り買いしたりしてね、あのやったりすることもあったんですけど、そういう形でね、やっぱこういうふうなカードの値段とか、こういうのもやっぱり本質的な 価値、本当にどれぐらいで売れるかってことを知っておくと、あの、例えば、このカードが1万円で売れるって分かったら、5000円だったら、で売ってたら買って1万円で売ろうとするじゃないですか。株も共通なところがあって、僕がやってる投資っていうのが、割安株投資っていうんですけど、バリュー株投資っていうんですけどね。そういうのは、その、本質的な価値よりも、低い価格で取引されてる株を買って、 ま、適正価格になるのを待って売るってやり方があるんですけど、まさにそのやり方なんですよ。なので、損する確率がものすごく低いと。そういう意味ですごくあのいい投資をなんですけど、まあ、そういうののね、あの、こういったものを応用することによって株にもこう、あの、転用できるんじゃないかってことで、あの、皆さんもぜひなんかね、こう、自分の興味があるもので、こう、何か価値があり、今後価値が出そうだなと思うものを今から仕込んでおいて、皆さんまだお若いですから、 あの僕みたいなのあのおじいさんとは違うんで、もう私あの、50歳なんで、皆さんよりも 30, 30歳以上年なんで、福利の力も皆さんの方が活かせますし、こういう未来もね、皆さんの方が見れるわけですから、こういう未来に何かこういうものが、今後、価値が変わってくるんじゃないかなと思うのに、株以外でも投資すると面白いんじゃないかなと思います。で次行きましょう でこれは次あの、多面的に見る習慣を、ね、見つけようってことなんですけど、あのー、ここで大事なポイントはあの、同じカテゴリーのものを多面的に見るっていうのが大事なんですよね。その同じっていうのは何かっていうと、やっぱり違ったものだと違うっていうふに見えると思うんですよね。例えばその、ねあのー、ご飯を食べるっていう時ステーキと、あのー、普通のなんか、えー、とパスタだと,と全然ものが違うから、違った食べ物で分かると思うんですけど。 ステーキだったら同じステーキを見るわけですよね。それによって、ここのステーキっていうのはどういう特徴があるんだとか、このステーキは値段の割にコスパがいいのかとか、そういうことが見えてくるわけですよ。だから同じものをいろんな目,目線で見るってことがすごく株の世界ではすごく大事なんですよね。例えば最近だと、えー、まあ資産で言うと、まあ有形資産、無形資産って聞いたことがある人いるかどうかちょっとね、わかんないんですけど、まあ有形資産っていうのは、 ま、字の通り、まあ、有形なので、まあ、現金とか土地とか建物とか、そういう、ま、目で見えるものですよね。そういう資産ですよと。で、一方で無形資産っていうのは、最近こっちの方がものすごくね、重視されてますけど、例えば特許権だとか、商標権とか、著作権とか、あとはそのソフトウェアの使用権とか、いろいろあるんですけど、まあ、そういうものを、 あの、どういうふうに資産として見るかっていうところですよね。なので、こういう資産を見るときに、あの、カテゴリーをきちんと有形なのか無形なのか、無形の中でも何の価値なのかっていうのをしっかり、えー、分類して、それぞれその企業が持ってる資産の価値はどうなのかっていうのを探っていくのが大事なんですよ。例えば、皆さんも、あの、よく知ってると思うんですけど。コカ・コーラって会社知ってる。 と思うんですけど、あれバフェットがすごくあの投資で大きく儲か、儲かった会社なんですけど、あそこの会社っていうのは何が強いかっていうのは無形資産なんですよね。例えば、同じコカ・コーラっていうものがスーパーで売ってたとして、コカ・コーラって一方で書いてないものが100円で売ってて、コカ・コーラって書いてあるものが100円で売ってたら、皆さんどっち買いますかって言ったら、ほぼみんなコカ・コーラの方を買うと思うんですよね。同じ値段だったら。一方で、 えー、コカ・コーラって書いてないのが100円。オカ・コーラって書いてあるのが150円だとすると、これでもコカ・コーラを買う人もいるわけですよ。そういう感じで、それが商標権の価値なんですけど、同じものなのに、コカ・コーラって名前が付いてるだけで、付加価値が生まれて、かあの、高く売れるっていうのは、すごく、えっ、ー、と、無,無形資産としては価値が高いっていうふうになるんですね。バフェットはそこに目をつけて、投資して大成功したんですけど、 なので、そういうふうな形で、あの、その会社がどういう、あの、他の企業に比べて、えー、有利な資産を持っているかっていうのをしっかり見極めておくと、あの、これから、あの、ね、あの、株式を、あの、分析するときに、この会社は割安なのか割高なのかとか、この会社はどれぐらいの価値があるんだろうっていうのを、まあ、いろいろこう、まあ、測るときに、まあ、いろいろね、見方を多面的に見るときに、あの、すごく大事な判断になってくるので、ね、実際に、あの、 こういうことを、えー、見れるようになるといいなと思う。ちょっと難しいですけどね。で、具体例としてちょっと書いたんですけど、ちょっとこれね、<laughs> あの、難しいかもしれないので、あれなんですけど、あの、まあ、記念効果っていうのは今なかなかあまりそんなに出てないんですけど、昔その、えー、記念効果っていうのが金貨で出てる時代があって、あの、10万円の記念効果っていうのが出たんですね、昭和60年に。で、発行枚数は1000万枚なので、ものすごくたくさん作ったんですよ。 で、ここの具体例としては、その、10万円の金貨で、発、え、行、ー、枚数が1000万円で保存状態も悪いから、普通、あの、こういう趣味としての価値として、個性的な価値では全く価値はつかないんですよね。なので、ただ10万円金貨なので、10万円としては使えます。銀行に持っていけば10万円と両替はしてくれます。だから、10万円の価値はあります。なので、あの、えっ、ー、と、なんていうのかな、表面的に損することはない。だけど、よくよく考えてみると、 この10万円金貨っていうのには、純金が2 0ム使ってありますと。そうやって考えたときに、じゃあ、希少価値はなくて保存状態もダメだけど、素材の価値で見たらどうなのっていうふうに見たら、実はこの金貨の価値って今今金の価格約1万686円なので、21万3000円の価値があるわけですよ。なので、 あの、例えば、あの、全然知らない人が、これもう10万円金か使わないからし、ボロボロだからもういらないや、銀行に持ってこうという人がいたら、ちょっと待ってください、おじさん。僕がこれ11万円で買ってあげますから、僕に言ってくれませんかって言った瞬間、その、あの、あの、買った人は21万3000円の価値の金を手に入れることなので、儲かるわけですよね。なので、こういうところって、あの、10万円というふうな値段で見ちゃうと10万円しか価値ないんですけど、 いや、物の価値で見たら違うんじゃないっていう見方を変えれるかっていうのが大事ですよね。この、ここで言う、その、株で言う、その、有権者さん、無権者さんにも関係してくるんですけど、わかりやすく言うとこういう形で、その、何の価値を重視したら、一番その物の価値がしっかりわかるかっていうところですよね。で、この場合、今回の場合はその素材の価値が一番あるっていうふうに判断できたので、素材の価値判断すると、えー、いくら状態が悪く金の価値っていうのはね、あの、 あのコインが曲がっちゃってても金は金で変わらないので、まあ、あの削れてたらちょっと別ですけどね。だけど、そうだとすると21万3000円価値があるから、全然そのね、ね、当時10万円で買っても今2倍の価値になってるよってことが分かるので、そういう形でね、いろいろ、あの、物を、物事の値段をね、多面的に見るっていうのは大事かなというふうに思います。次に行きましょう。はい。ここちょっと番外編になります。 あのー、まあ、投資家のね、五感を鍛える。これ僕、すごく大事な要素だと思うんですけど、あの、刑事コロンボっていうテレビドラマ、ちょっと古いんですけど、見たことがある子っていますもう本当に1970年代なんで、もう、いないかな知ってるって子いますかいない一人でもいたら僕は嬉しいんだけど。<laughs> 見たことある人いたら、チャットでもいいので、反応してくれると嬉しいあ聞いたことはありますか あ名前あ。皆さんぜひね、これね、あのー、見てください。すごく面白いんで。あの、僕も大好きで、もう何百回と見てます。コロンボ。<laughs> で、ここで、あのー、大事になってる。コロンボの、あのー、まあ、あのー、えっ、ー、と、まあ、刑事コロンボもこれと同じやり方をやって、犯人をこうつつ、あのー、追い詰めていくんですけど、株も一緒で、やっぱこの五感ですね。 まあ五感っていうのは人間って五感っていうのあるじゃないですか。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚っていう五感があるんですけど、人間もこの五感をフルに活かすことによって、いろいろその見極めれるようになると、あの、いいんじゃないかなというふうに思っています。で、あの一番、 大事なのはもちろん資格ですよね。人間やっぱり五感のうちに資格から得られるものって約8割ぐらいって言われてるので、なのでここ一番大事は大事なんですけど、まあ、ここで言う、あの株で言う資格っていうのは、えっ、ー、と、二つに分けてて、一つはデータ。データっていうのは、先ほども言ったけど、決算書とか、有価証券報告書とか、まあ会、会社側が出す開示資料。これはあのデータなんですよね。で、もう一つ大事なところは、現場なんですよね。現場っていうのは何かっていうと、 例えば B2C の会社だったら、お客さんがどれぐらい入ってるかっていうのを見に行ったりとか、あと、お店がちょっとイケてるかどうか、すごくかっこいいお店かどうか、そういうイメージとか、あとは、これはちょっとね、難しいかなと思うんですけど、株主総会ですね。株主総会に行くと何がいいかっていうと、まず、会社の社長さんとか、取締役の方とかが実際にそういう人を見ることができるわけですよ。で、もう一つ面白いのは、 どういう人が株主かっていうのも分かるんですよ。なので、この会社をあの持ってる株主の質も分かるわけですよね。例えば、くだらない質問をするばっかの株主総会だと、あ、この会社の株主の質はちょっと悪いなとかっていうのが分かるわけですよ。で一方で、すごくなんか真面目な話とか、逆に全然株主総会に人が来ないとか、いろんな株主総会ってあるんですけどで、それってでも実際に現場に行かないと分からないんですよね。 なので、私はすごく大事にしているのは、そのデータと現場、この2つをうまくこう、組み合わせることです。で、データっていうのも大事なんですけど、例えば最近、あの、ね、あのー、3月決算の、あのー、3級、3クオーターの決算が、えー、2月の中旬ぐらい、ついあの先日まで出てたんですけど、あれっていうのは、えー、2月の半ばに出てるんだけど、データとしては12月末までのデータなんですよね。12月末のデータが2月の、 えー、半ばに出てるんで、ちょっと時間がもう、あの、過去のものになっちゃってるわけですよね。なので、私としては、その決算書っていうのは、まあ、いわゆるその、その間、その間、その間の成績表みたいなものなので、もう実際に、あの、今はどん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 新しくこう変わっていってるわけなんですよね。なので、決算書を見て、気になったら、現場も見に行くと、もう今の情報が得られることになるので、あの、まあ、慣れてくると、 次の決算の予想までできるようになってくるんですよ。この売り上げとかこのベースで行くんだったら次はもしかしたら会社の出してる予想よりもいいんじゃないかとか逆に会社の予想よりこれはちょっと届かないんじゃないかそういうことも見えてくるわけですよ。で、そういうところまで行くとあのー、人よりもね有利な情報を早く得ることができるので人より早くこう投資のチャンスとか逆に言うと失敗しちゃっても傷が浅くなるわけですよ。あのー、そういう意味ですごく大事な要素なんですね。なので データと現場。この二つをうまく組み合わせることによって、より、この、資格の精度を上げていくっていうのは、ものすごく大事なことじゃないかなと私は思います。で次が、えー、大事なと思う、聴覚ですね。聴覚っていうのは、株で言うと何かっていうと、雰囲気ですね。あの、よくあの、あれですよね。あの、こう、こう、そばめみ立てるって、こう、み、みんながどんな話をしてるんだろうっていうふうな感じで、こう、周りのね、会話に、こう、なんていうの、気を、 こう、向かて何を今みんな話にんだと。まあそういう盗み聞きじゃないですけど、まあ株で言うとそういうような雰囲気をつかむことってすごく大事で、今はすごく株が盛り上がっている時期なのかとか、すごく熱気が高い時期なのかとか、今その環境がすごくいいか悪いかって、そういうことってやっぱり知っておくと、やっぱりその雰囲気がいい時っていうのは何でも高くなりがちなんですよね。逆に雰囲気が悪い時って、 どんなにいいものでも高く売れなかったりするんですよ。なので、こういうことを知っておくと、自分の想定するね、価格よりも高く売れるのか、いや、想定する価格まで今回はいかないんじゃないかって、そういうことを判断するときにこの雰囲気を知っておくと、やっぱりその判断もね、あの、より、あの、 あの、なんていうのかな、えー、精度が上がってくるんじゃないかなと思っています。なので、あのー、株の場合、今のどちらかというと、あの、株戦さんが考える今の聴覚は結構高揚感が上がっている時代じゃないかなと。誰かというと、日経平均もね、あのー、いよいよバブル後の高値を抜くかっていうところまで来てるし、その新人差が始まって、新たに投資を始めようという人も増えてるので、あの、雰囲気はすごく良くなってきてるのかなと思うので、そういう意味でやっぱり株っていうのは、 あの、今、期待すごくされてるんじゃないかっていうのは、そういうの分かってきますよね。で、次が、えー、嗅覚ですね。嗅覚っていうのは、これ直感なんですけど、これはね、結構ね、あの、なかなかね、難しいかなって気がするんですけど、ピーンとくるかどうかって、皆さん、なんか、どんなことでもいいんですけど、ピーンとくるって分かります分かる人いるかなんか、なんか、どんなことでもいいんです。例えば、なんかこう、アニメとか見てて、あ、これは、次の展開、こうなるんじゃないかみたいな。 ピーンとくるっていうのはありませんそピンとくるってわかるかな言葉。<laughs> ごめんなさい。ちょっとあの古い言葉かもしれないんで。はい。で、そういうのが、あのー、まあ、ピンとくるかとか、誰も気づいてないかとかって書いたんですけど、やっぱりこういう直感って結構私すごく大事だと思うんですよね。なので、その直感を、まあ、直感だけに耐えるのは良くないんですけど、でもやっぱりこういうデータと、えー、 現場の情報と雰囲気と、こういうものが分かってくると、あ、なんかこれはこういう形になりそうだぞっていうのがピンとくるようになるんですよ。で、こうなってくると結構、あの、すごく、すごくなんか良くて、やっぱりあの、人よりも早くより気づけるようになる。あるいは、えー、自分なりの あの、考えが、もう自分に身についてる。いや、あの、最初に私が話したと思うんですけど、自分で考え、自分で決断するっていう風に言ったじゃないですか。もう、ここまで来ると、もう自分で考えて自分で決断できるようになってるんですよね、もうか完全に。もう人の意見なんかどうでもいいと。自分がピンとくるかどうかだっていうところですよね。だからこうなってくると、もう、あのー、誰よりも早く判断できる可能性もあるし、もちろんね、人よりも早く判断しすぎて、 あのよくあの株式投資で言うんですけどそのあの、えー、パーティー会場ってよく言うんですけどあの、パーティーが、例えば100人しか入れないパーティー会場があったとして、そこに行,く行った時に、もう80人目、90人目までで行っても、もうご飯も残ってないですよ、ほとんど。もう,もう解散間近みたいな感じ。だけど、逆に一方で、一番乗りで行っても、パーティーが始まるまで待ってなきゃいけないんですよね、一番乗りで行っても。そうすると、時間が無駄になっちゃうんで。 できれば10人目、20人目ぐらいの段階で参加できるのが一番その法律がいいっていうのがあって、でそういうとこまで見えてくるようになるんですよ、ピンとくるようになるあいこれは来るけど、今じゃないなと、半年後だなと、でそうなったら半年はじゃあちょっと違うところであのお金を回して、半年後、ここにあのこの会社の株がいいと思うから、半年後ちょっと投資してみようかと、そういうこともできる。時間軸の今度は えーと効率を高めることができるようになるので、そうなってくると、すごくもう、めたもんですよね。で、次があの味覚なんですけど、味覚っていうのは、まあ、私はあの体験を味覚っていう,うにあに、のー、置き換えたんですけど、やっぱりこの自分で体験して経験するっていうのは、すごく大事なんですよね。やっぱり、あのー、よく皆さんもね、言われたと思う、親に言われたと思うんですけど、こういうことやっちゃだめだよとか、ああしなさい、こうしなさいって言われることはいっぱいあったと思うんですけど、 まあ、あのー、そりゃそうだな、と、その時は思っても、やっぱり自分で体験経験してみないと分からないことって世の中あるんですよ。で、投資も全くそうで、やっぱり投資もね、やっぱやっちゃいけないことっていうのは大体決まってるんですね。例えば、その、まあ、あの、ここにいる生徒さんたちは、あの、レバレッジっていう信用取引を使ってやるってことはやってないと思うんで、まあ、いいんですけど、あのー、もし、あの、ね、あの、普通に株式投資やる場合は信用取引とか、 まあ、例えば集中投資とかそういう形で、あのー、まあ自分でそのね、なんかこう、まあ、あの、リスクをと、あの、コントロールすることでできるなんですけど、で、やっぱり、そういうことってやっぱりやると危険だよって言われてても、やっぱりやっちゃう人っていっぱいいるんですよ。で、それで失敗する人ってすごく多いんですよ。で、やっぱり自分である程度、まあ、体験して経験するっていうのはすごく大事だと思っていて、例えばその皆さん、 あの昔、子供の頃、自転車を最初乗り始めた頃って、まだ自転車があんまりうまく乗れない時って、やっぱ公園で多分練習したと思うんですよね。いきなり道路の坂道で、あの、いきなりやるっていうことをする人っていないと思うんですよ。そ,そんなことやっちゃったら、あの、自転車操作できなくて、車道に出ちゃったりとか、転んで大怪我しちゃったりして、やっぱり良くないなってか、体感的にわかると思うんですけど、株の場合も一緒で、まだ自分は、あの、こういう経験ないから、ちょっと、 これぐらいにしておこうとか、そういうやっぱりね、経験とか、まあこれ僕失敗も含めていいと思うんですけど、いい失敗をたくさん繰り返すと、僕はあのいいかなと思っていて、あの、そういう意味で自分で体験、経験するってのはすごく大事なことなんで、ぜひ皆さんまだお若いので、まあ言い方悪いですけど、失敗しちゃっても僕いいと思うんですよね。あの失敗しちゃってもそのメンタルに来るような失敗はダメですけど、あの、すり傷とか、 ちょっとあのね、捻挫するぐらいだったら全然僕はあの、どんどんチャレンジ、それぐらいなってもチャレンジした方が僕はいいと思っているので、なのでそういうふうに自分で、まあその、これぐらいあったら自分は大丈夫だなっていう怪我の範囲内で、どん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 投資のね、チャレンジをしていってもらいたいなというふうに思ってます。で、最後に触覚なんですけど、これは体感って、体験と体感なんですけど、手応えっていうことですね。まあ、これはね、体で感じることなんですけど、やっぱりある程度、 あの例えば皆さん、スポーツやってる方、わかるかだと思うんですけどあの、ある程度やってると、あなんか俺、コつつかんだ気がするっていう瞬間って、多分あると思うんですよね。で、これが僕はあのね、触覚だと思っていて、株もね、僕もね、本当にねあの、投資始めてね、もういろんな手法を試してきたんですけど、本当に10年ぐらい、本当にいろんな手法を試してきました。でその中で 自分の中ではそのバリュー株投資っていうのが一番手応えとか実感だったんですよ。このやり方って、あの、負けないんじゃないみたいな感じですよね。だって、1万円で売れるものを4000、5000円で買ってれば負けれないでしょみたいな感じですよね。でそういうのがあの手応えとか実感とかでで,できたんで、もうその手法でずっとやっていこうっていうふうに決意ができたわけですよ。で、そうなってくると、メンタルも弱くならないんですよ。もうだって もう絶対大丈夫だっていう確信があるので、一時的にね、あの買った株が下がっちゃったとしても、例えば、 いやいや、これはもう1万円の価値があるんだから、僕は4000円で買って、今3000円だけど、いやいや、もっと買いましてやろうかとか、いや、全然下がっても1万円の価値があるんだから、全然気にならないみたいな感じで、普通の人だと株価が下がっちゃって、わどうしようどうしようっていうふうなふに考えちゃう人もいると思うんですけど、僕の場合はやっぱそういう形で手応えとか実感をしっかり考えてるから、メンタルも鍛えられて大丈夫ようになるっていう、これすごく大事なんですよね。で、ワンポイントとしては、 まあ、あらゆる感覚を並行して鍛えることが大事です。この5つの、あの、ね、五感をしっかり、こう、えー、いろいろ並行して、こうね、あのー、まあ、つだけでは僕はダメだと思うんで、あの、実際、私生活でもそうじゃないですか。あの、まあ、もちろん目が見えなくなっちゃったら大変ですけど、例えば耳が聞こえない、あの、匂いが感じられないだけでも、すごく、 変わってきちゃうじゃないですか。自分の、あの、感じる、感じ方とかね。なので、五感っていうのがせっかく人間はあるんだから、それをうまく並行して、こう、トレーニングすることによって、あの、総合力を上げていくってことは大事だよってことですね。あとは、一つ一つの小さな状況情報から大きな発見がある。これはもう、ケ事ジコロンボの、まあいつい、いつもやってることなんですけど、細かい違和感とか、細かい情報を積み重ねていくと、 意外と大きな発見があったりするわけですよ。例えば、僕よく、あの、株の場合言ってるんですけど、いろんな情報っていうのは、あの、ジグソーパーズルのピースの一つだと思ってるんですよね。で、いろんなピースをこう集めてくることによって、それを組み立てて絵ができたら、あ、これがと、この銘柄に投資するんだっていう答えが書いてあるみたいな感じですよね。だけど、考えいい人は、例えば100ピースのジグソーパーズルがあったとしても、 10ピースぐらい集まっただけでもう分かっちゃうし、いるわけですよ。あ、このピースが集まったら、これもしかしたらこれだろうっていう。考えい人はそういうことになるんですよね。あとは、重要な場所のピースの位置を知ってれば、このピースのゲットできれば、多分他のピースがなくても分かるんだなっていうのはで分かってくるわけですね。でも、感が悪い人は、この絵に使われないピースも集めてきちゃうんですよ。で、そうするともうわけ分かんないですよ。これ使えるか使えないか分かんないピースもぜ、混ざっちゃってると、 どんだけ組み立ててもこれ A できんぞみたいな。そうなっちゃうと、本当に時間も、あれも無駄になっちゃうんで、そういうふうに、一つ一つの小さな情報をこう、どう組み合わせていける情報かどうかっていうのを、あのー、皆さんが整理できてくると、新しい発見が僕はあるんじゃないかなというふうに思っています。で、次行きましょうか。もう終わりかなまだか。えっ、ー、と、寿命を知るってことなんですけど、これは、えっ、ー、と、 福利っていうのは、あの、活かすために一番大事なところは、これ寿命なんですよね。で、あの、皆さんまだお若いからあまり寿命って考えない人いいと思うんですけど、あの、寿命っていうのはね、いろんなものに寿命っていうのはあるんですよ。この寿命図鑑っていう本があるんですけど、これね、興味ある方はぜひね、読んでほしいと思います。面白いんで。で、まず重要なのは、やっぱ自分の寿命ですよね。で、まあ、あの、平均寿命っていうのが、今、あの、男性が、 81歳で女性が87歳で。まず女性に生まれただけでね、男性る6年間得してるんで、めちゃめちゃ福利で有利です。だから6年間得しています。だからそういう意味でも女性の方が強いと。で、その中で自分の年齢を引くと、残りの寿命っていうのが出てくると思うんですけど、で、それを、その期間どう、えー、自分でこう、まあ、資産運用もそうだし、自分がやりたいこともそうだし、いろいろ、 あの計画を立てるかってことなんで、まずこのことをしっかり知ること大事ですけどね、あの例えばその、よく僕のところに来るんですよ、あの80歳の人がどういう運用をした方がいいですかって、いやー、80歳の人が運用って言われても、もう残りのあれかって言えないですけど、ちょっと <laughs>。 インデックス投資はまずやめた方がいいでしょうって言っちゃいますよねそうあのあの。1か8かになっちゃいますねっていうのなっちゃうんですけど、まあ、そういう残りの寿命がね、どうかによって全然そのね、あのやり方も変わってくるんで、皆さんまだお若いから、どんなやり方もでもチャレンジできるんで、すごくあの私よりも皆さんの方が有利です、そういう意味では。はい、で、例えばその,その中で、例えば他のものに考えると、その建物ですね。例えばその まあ会社の中でいろいろあるんですけど、建物の寿命とか、まあ耐久消費者の寿命とか、そういう寿命を知っておくと、例えば買い替えるタイミング、例えば家電なんかは大体7年から8年なんですけど、私なんかはね、特にやってるのは冷蔵庫とかはね、壊れる前に買い替えるんですよ。なんでかっていうと、壊れちゃうと冷蔵庫って絶対いるもんだから、すぐに買わなきゃいけないじゃないですか。そうするともう高い安いってられないわけですよ。だけど、 あの、7年か8年でデータ統計的に壊れるって分かってれば、その段階で買っておくと、あの、まだ壊れてないから選べるんですよね。あの、選べた上に、なおかつ家電って、冷蔵庫であの、リサイクル法があって、あの、なんか処分するときにお金かかっちゃうんですけど、使える冷蔵庫だったら売れたり、 するわけですよ。そうすると、リサイクリルよも払う必要なくなるんですよ。でそういった意味で、あの、得するんですよね。そうやって寿命を知ってると、うまく、こう、入れ替えができていくので、自分自身も損もしない。しかも、あの、焦ることもない。株も一緒で、そういう,うに自分が追い詰められちゃうと、やっぱりね、みんな、あの、無理な取引しちゃうんで、まあ、そういう,うに追い詰められないようにするためにも、そういう寿命とか,を知と,とかを知っておくといいんだよってことですね。で次、今行きましょうか。 えこれはの企業の寿命って言うんですけど、企業もね、寿命があって、あの、大体あの、平均で24年ぐらいって言われてます。で、実際、上場企業で倒産してしまった件数って、皆さんあんまりね、倒産する企業って見たことないかもしれないですけど、1999年以,以降で、あの、236件もあるんですよ。上場してる給で潰れた会社って。約6%。なので、運が悪いとこの6%に当たっちゃうんですけど、ここは、 あの分散投資するとか、まあ、財,務財務を、ね、しっかり見ることによって、避けることはできるんですよということですね。だけど、まあ、これぐらいの確率で倒産することもあるから、こういうリスクはしっかり頭の中に入れた方がいいですよということですね。あとあの、権利の寿命、特許権は20年、著作権はあの著作権死んじゃった後70年ということで、寿命もあるんで、こういうことを知っておくと、例えばその半権を持っている企業とかは、どれぐらい半権があとを持つんだろうということ。 これはなくなっちゃうと価値がなくなっちゃうわけですから、そういったことを知っておくといいのかなと思いますね。で、次、最後ですかね。番外編の最後。えー、投資を楽しむ習慣を身につけようっていうことなんですけど、あの、私ね、常々思ってるんですけど、やっぱ投資って楽しみながらやるべきだと思うんですよ。で、私自身、本当に投資が大好きで、もうあの、中学2年からずっと、まあ、皆さんの前で言うのはちょっとあれなんですけど、アルバイトも就職も一回もしたことないんですよ。 ずっと株だけでやってきてるんですよね。で、それなんでやってこれたかって言うと、やっぱ楽しいからなんですよね。楽しいし、まあ、一応、あの、うまくいけば利益にも出るということで、まあ、そういう意味で、あの、すごく楽しいんですけど、で、その、まあ、秘訣としては、まあ、やっぱりこのね、長く継続して行うことがまず大事だよと。で、そのためにやっぱ楽しくなかったら絶対続かないんですよ。で、次は、あの、それを習慣化することですね。投資に対する習慣化。 で例えば皆さん、歯磨きとかお風呂ってみんなあの皆さん入ると思うんですけど、それと一緒のような感覚で、毎日その投資のことを考えるような脳みその構造に変えていくってことですね、そうすると習慣化してこう楽しみもなってくると。で、最後にその一喜一憂しすぎない、やっぱり最初の頃って株が、ね、買った株が上がった、下がったとかって、一喜一憂しちゃうと思うんですけど、 そういうことじゃなくて、やっぱりあの増えたか減ったかっていうよりも、自分が判断した投資の判断が、正しかったか正しくなかったかっていうところに、えー、検証する習慣を見つけた方がいいと思うんですね。例えば、儲かったからいいわけじゃないんですよ。儲かっても悪い儲かり方もあるし、損しちゃってもいい損っていうのもあるわけですよね。そういうふうな形で、儲かった少なか,儲かった、損したかじゃなくて、いい儲かり方、ね。 これは良い,い儲かり方だったのか、悪い儲かり方だったのか、良い,い負け方だったのか、悪い負け方だったのか、そういうことまで考えるようになるといいと思います。で、最後にこれ面白いデータがあって、あのー、投資のパフォーマンスで最も成績が良かったのは誰だって言うと、死んじゃった人っていうのがあって、結局、買ってほったらかしにしてれば、被って儲かるんだよっていう感じですよね。あの、あんまりごちゃごちゃ売り買いしてる人の方が儲かってないよっていう、これはあの皮肉みたいな感じですけどね、そういうデータがあって、面白いと思います。 いやこんな感じですかね以上ですかねはい、ありがとうございます。はい、はい、では、かぶんさんとーーし、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そうしたら、えっと、今、かぶせんさんにいろいろなお話をしてもらって、みんなも、なるほどとか、いろいろ思ってたと思うんですけれども、えっと、前に、 なにその株舞伎さんの講義があるっていうことで質問を募集したんですけれどもそれとは別にこの講義を通してあのー、何かこう質問がある人がいたら何かこう歌舞さんが答えてくださるのでえっと質問してくれたらいいなと思いますが皆さんの中で何か株舞さんにこの講義を通しての話で質問したいことある,かある人いますか もし、おったら、手を挙げてくれたら、ありがたいです。前に質問、あ、秋藤さん、ありがとう。そしたら、秋藤さん、よろしくお願いします。あはい。えっと、株先さん、まず、講義、ありがとうございました。ありがとうございます。すごいわかりやすくて、あの、参考になりました。ありがとうございます。えっと、先ほど あの商品とかの寿命に関してのお話をされてたと思うんですけれど、そういう、なんか、かあのそれぞれのものの、まあ、寿命を知ることで、なんかプロダクトライフサイクルみたいな部分とかにあの思考を移していけるとか、そういうことなんですかね、なんか使い,使い方というか。そうですね 例えばですけど、あの、商品の寿命が分かると、例えば、あの、買い替えがそろそろ起きるんじゃないかっていうことを予測することもできますよね。例えば、その、よくあの、ね、あの、ゲーム、ゲームの本体とかって、ある程度時間が経ったら新商品でどん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 できてくるじゃないですか。そういうのと一緒で、やっぱりその、あの、スマホでもそうですけど、あの、どん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 技術革新の新商品が出るパターンもあったりとか、あとはその、 あの、需要が来たから買い替えが起こるとか、まあ、車とかもそうかもしれないですよね。新たな需要,あの需要は起きないかもしれないけど、買い替えが起きるとか、いろいろあると思うんですよ。新しい商品っていうのはまず誰も持ってないから、あの、みんな買うじゃないですか。だけど、ある程度行き渡っちゃったら、もう次は買い替えでしかないので、そういう時は、 あの商品の寿命っていうのはすごく大事じゃないかなと思うんですよね。だからそういうことを知っておくと、業績の先行きもあの読めたりするのかなっていう気がしますよね。だからそういうのを知っておくと、結構やっぱりそういうなんか企業のその先行きも含めて業績予想もできるんじゃないかなと私は思っているので、例えばそれが分かってくると、逆に今度リサイクル業界のこと、要するに結局、あの、中古品として またそういう市場に出たりすると、今度リユース品の市場はどうなのか、そういうことまでああの波及していくので、いろいろデータがこう繋がってくるから面白いんですね。うん、新しい品が売れたら、今度はその手放す人が出てくる。例えば、一つ例で言うと、スノーピークっていう会社があったと思うんですけど、それでちょっと、M、今 MBO を発表したんですけど、業績がすごく悪くなっちゃったんですよね。あれはね、悪くなると予測できたんですよ。 なんでできたかっていうと、リサイクルショップに行くと、今もうキャンプ、キャンプがブームだった頃の漆とかも殺到して、もうリサイクルショップでキャンプのものに溢れちゃってるんですよね。ってことはもうみんないらなくなって売ってしまって、あのー、次のものを買ってくれればいいけど、もうブームで終わっちゃったみたいな感じ、ね。そういうのが分かってきたりするんですよね。でそういうとこ行くと、あのー、商品の寿命もそうだし、そのブームとかもそうだし、そういうのがいろいろ見えてくるんで、そうやって見ると、 あの企業業績と直結してくるのであ、やっぱりそうだったかっていうのが、その要するにあのデータと現地の検証ができて、あと商品の寿命もいろいろ考えておくと分かりやすいんじゃないかなと私は思いますね。分かるかな大丈夫かな、はい、では、えっと、あと1人か2人ぐらいだったら大丈夫だと思うんですけど。 質問あれしてますか、あ、じゃ、福井さん、お願いします。はい、えー、大変勉強になる講義ありがとうございました。そうございます、一点質問がありまして、と。はい、先ほど投資をする際の。互換について話されてた際に、はい、例えば。四千円の価値がある。企業の株を二千円で買えたらというふうなバリュー投資の話があったと思って。 っていて、はい、えその割高割安の判断をどのようにしているのかだったり、用いる指標だったり、投資を購入しようとそう購入しようというふうになる経緯について少しエピソードを交えて教えていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。あの今あの去年のね3月から東証の方が PBR1 倍を是正するっていうコーナー ことが出てると思うんですけど、皆さん知ってる人ちょっといるかわかんないんですけど、PBR っていうのはまず一つ見ましたよね。PBR っていうのはその会社のね、あの、純資産に対して株価がどういう水準かっていうところなんですけど、PBR1 倍が、いわゆる会社のその純資産とほぼ同じだよっていう評価なんですけど、まずそれが1を大きく下回ってるっていうので、一つ割安じゃないかなっていうのを一つ判断できる要素なんですよね。で、その中で、もちろんその会社のあの、資産の中でも、あのー、 価値があるものないものがあると思うんですね。例えばそのいくら PBR が低くても持ってるあの資産が例えば商品の在庫だったりすると在庫ってあの残ってるわけだから売れるとは限らないわけですよ。そうするとその価値っていうのは果たしてちゃんと価値があるかっていうのはわからないわけなんですよね。でも一方で例えばその上場企業の株を持ってたりとか東京の一等地の土地を持ってる企業の場合だとそれって価値がちゃんとついてるもんだからチキンと評価 あの、されるべきだよねっていうのがあって、そういうふうに形で、ちょっとここから先は難しいんですけど、会社の中の資産をしっかり分析するわけです。例えばその、お弁当が売ってたとして、500円で売ってる弁当が250円で半額のシールが貼ってあったとするじゃないですか。そうすると半額だから安いなと思って買っても、例えば中のお弁当が腐ってたらダメですよね。はっきり言って。じゃ,じゃなくて、 あの、まず自分、腐ってないかまず確認して、その中で自分が食べたいものが入ってるかどうかを見るのも大事だと思うんですよ。例えば、いくら半額でもご飯しか入ってないお弁当だったら多分誰も買わないと思うんですよね。それじゃなくておかずがちゃんと入ってるかどうかとかで、そういうこともしっかり見る。 のが必要だと思うんですよ。株も全く一緒で、自分がどういうものを評価するかっていうのは多分一つそれぞれだと思うんですよ。あの株も、えー、配当を重視する人もいたりとか、会社の成長を重視する人がいたりとか、いろいろあると思うんですけど、僕はどちらかというと会社の資産を評価するので、そういう意味ではどういう、あの、お弁当の中身が入っているかっていうのをしっかり事前に調べることってできるんですよね。それを調べた上で、 この値段だったら、あのー、買ってもいいんじゃないか。逆に損はないんじゃないかっていうことを見極めるのがすごく大事なんですよね。その中で、あのー、まあ、一番面白い例を言うと、株の中では本当に面白いパターンがあって、例えば、えお弁当を500円で売ってて250円で売ってたとして、あのー、それはそれでいいんですけど、実は、その入れ物の価値が500円するんだっていうこともあるわけですよ。い実は入れ物がすごく高級な入れ物を使ってたとか。 株の場合もそういうのがあって、で、そういうとこまでしっかり見れるようになると、物の価値っていうのは、お弁当が最悪食べれなくても、入れ物を売れば元取れるよね、みたいな。で、そういうこともあるわけですね。株も一緒で、会社の、あの、業績とか、あの、あるいはダメでも、会社の持ってる資産を売るだけでもう元が引けちゃう,というような会社もいっぱいあるわけですよ。で、そういうのは、やっぱ調べなきゃちょっとわかんないんですよ。で、そういうのを調べた上で、あ、これは絶対自分は元は取れそうだな。あるいは、絶対これ損は、 絶対にいかでかないな。これは損する確率が低いなというようなものを選んで投資するんですよ。で、そういうふうなものを投資していれば、損する確率が低いので、あとはその、えー、儲かる確率の方が高くなるから、いわゆるそのリスクで言うと、ローリスク、ミドルリターンなんですよね。で株で大事なのは、いかにリスクを抑えることなんで、やっぱリスクを抑えることを、あのー、従事することによって、なるべく多くのお金を株に投資できるっていうメリットがあるから、そういうことをやっぱり あの突き詰めていくと、あのー、やっぱりその割,割安な会社の株に買った方が一番僕はやっぱりあのリスクリターンは合ってるんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。わかりますかねそれ。はい、わかりやすい説明をありがとうございます。一、はい、点だけちょっとお伺いしたいんですが、うん、そのもし、うん、この今の株価に対して企業の価値はもう少し上だろうって思った際に、うん、その金額うん、うん、どの金額までになったらと上がりすぎ と言ったように、うん、判断するために何かその数自分はこの額になったら売るみたいなのは決めていらっしゃるのかなというのともし決めていらっしゃるとしたらどのように決めているんだろうと思いお聞きしたいです。福井さんはめちゃめちゃ優秀ですね。そういう質問してくるのも素晴らしいと思います。<laughs> あのねこれはね本当に難しいんですよ。で僕の場合はねすごく単純に考えてます。ななどうやって単純に考えてるかというと例えばと福井さんが今ね フォーカーをやってるって言ます。手札5枚持ってて。フォーカーやってるってします。そして、ど、どの、例えばストレートの手を作るのか、フラッシュにするのか、ロイヤルストレートフラッシュなのか、ツーペアーとか、フルハウスにするのいろんなあるじゃないですか。その中で手札を1枚切って1枚引くわけですよね。で、私もね、同じこと株でやってるんですよ。自分の持ってる株とあの、自分が持ってない株をこう見比べていて、どっちが 得なんだろう。どっちを持つべきなんだろうっていうのを常にこう見てるわけですよ。で、いくらで売るというよりも、今の自分の持ってる株よりも、もっといい株があった時に入れ替えていく。例えばこう、トランあの、ポーカーだと次に引くカードが何のカードか見えないからリスクじゃないですか。でも株の場合はね、見えてるんですよ。だから自分が例えばより強いカードを持ちたいなら、例えば自分が3の手札を持ってたら、4の手札がもう変えてくれるよ 市場で売ってるんだったら、3の手札を売って4の手札に変えた方が強くなるじゃないですか。一応全体の中ではね。そういうことを常にやるんですよ。だから、あのー、いくらになったら売るっていうよりも、あの、より自分が持ってるものより、いい会社の株がないかを常に探すわけですよ。でその中で、もっといいも例えばその、さっきのお弁当の話なんですけど、例えば最初に500円のものが半額になってる250円のお弁当を買おうと思って、カゴに入れます。だけど、スーパーを歩いてたら、いや、あのー、 600円の弁当が200円でここは売ってるって言ったら、あ、こっちの方が得だなと思うから、500円のお弁当を返しに行ってに、こっちの弁当をまた買えるじゃないですか。まあ2個買っちゃうっていうのも手なんですけど、ね、だけど、そういう入れ替えるじゃないですか。そういうことですよね。より得なものに入れ替えていってるって感じですかね。なので、いくらになったら売るとか、いつになったら売るっていのは僕はあんま考えないんですよ。 常にそのいいものがあるか。例えば、福井さんがね、今彼氏がいたとして、もっとかっこいい彼氏ができ、見たらそっちの彼氏にしたいなっていう気持ちが、それはあんまりこの彼氏を例にしてはいかんかもしれないですけど、そういう感覚ですよね。もっとかっこいい彼氏だったらこっちの彼氏の方がいいんじゃないかみたいな、そういう感覚です。そういう感じで株をどん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 自分の、あの、好みのものに入れ替えていくっていうふうなことをやってるんで、いくらになったら買うとか売るっていうのはあんまり考えてないんですよ、僕の場合は。はい。 ありがとうございます。とてもオフに落ちる説明ます。<laughs> ちょっと、ちょっと例えが悪くて申し訳ないです。ありがとうございます。<笑><笑>とても分かりやすかったです。ありがとうございます。はい、<laughs> ありがとうございます。では、あと1人ぐらいかな。質問。あ、し津さん、お願いします。はい。えー、大変、すごい勉強になる講義ありがとうございました。有形資産と無形資産があるっていうふうにおっしゃっていると思うんですが、はい 有機資産の価値はなんとなく、えー、測ることができると思うんですが、無形資産はどのように測っていますかめちゃめちゃいい質問ですてもまたえ、素晴らしいですね。あのこれはね、本当、うん、難しいんです。で、一つ言われてるのが、あのけ例えばそのブランド価値、例えばコカ・コーラとかソ,ソニーとか、みんなが知ってる会社ってありますよね。ブランド価値っていうのは何で決めるかっていうと、広告費の累積っていう必要があるんですよ。 要するに、今までかけてきた広告費がどれぐらいかによって、よ要するにそれだけ広告をかけることによって、なんか浸透していくわけじゃないですよどん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 皆さんがね。ねもう、世界中の人がこの企業のことを知ってるとなったら、もうその企業っていうのはかなり優位性が持つことができるじゃないですか。で、そのためには何をするべきかって考えたときには、まあ、例えばいいサービスをするっていうのも大事なんですけど、やっぱ広告だと思うんですよね、一番は。やっぱりその、 Facebook とかも、ほとんど広告費がメインの会社じゃないですか。広告費でネイティブを取ってる会社なんですけど、まあ、そういう形で広告っていうのはすごく大事な要素で、その累積の広告費を、その、ま、商標権の価値としてこう置き換えていくっていうのはすごく、あの、腑に落ちるパターンで、例えば、ソニーのじゃあ,あ、商標権の価値ってどれぐらいあるかって言われてる。約4兆円ぐらいあるって言われてるんですよ。要するに、あの、テレビは、例えば、 極端な感だと,と、あの、サムソンが作ったテレビかもしれないけど、ソニーっていうシールを貼るだけで、あ、これソニーだからいいんじゃないかとみんな思って買ってしまうっていう。それはソニーって名前とブランドの価値を知ってるからみんなそういうなと思うんですけど、それは累積の広告費をそれがかけてきたからであって、それが大体4兆円ぐらいの価値って言われてるんですよね。で、そういう感じで、その、いろいろな価値の測り方ってもちろんあるんですけど、一つにはその広告費の累積っていうふうに考えてる人がいます。なので、そういう感じでいろいろ あの、自分なりにその調べていくっていうのはすごく大事な要素だと僕も思うので、そういうね、あのことに疑問に思うっていうのは僕すごく大事なことだと思う。素晴らしいと思う。うん。で、あの、それ以外のね、答えが分かったら、後でこっそり株センサーに教えてください。<laughs> 僕もあの、勉強してる最新なので、その、無知エの価値はね。で、ただその、 えー、さっきも言ったように、その特許権とか、あのー、著作権に関してやっぱ期限があるから、期限があるものは、もうその年数来たら価値がゼロになる。まあ、ゼロとまではいかないけど、まあ、いわゆるその、すで言うと、あのー、ね、特許が切れて、まあ,ジェあの、ジェネリックになっちゃったりすることによって価値が一気に下がっちゃうじゃないですか。で、そういうものと、あのー、そういう特許とかの期限はないけど、徐々に徐々に、その違うものが、あのー、マーケットのシェアを取っていったら、 形で、その、な、ブランド価値が落ちていくっていうパターンもあるんで、まあ、いろんなパターンがあると思うんですけど、まあ、いわゆるそういう、その、無形産の価値をどう計算するかっていうのは、すごく、あの、難しいところではあるんで、まあ、そういった意味で、その、いろいろね、あの、自分なりに、まあ、僕はその広告費の累積っていうのは一つと、その、あの、ね、期限があるものはそれを、あの、残りの年数で割ってみるとかって、いろいろあると思うんですけど、そういうふうに分析してるんですけど、ね、ぜひ、わしじさんもね、いろいろ、あの、そういう意味で、あの、計算してみてください。わかったら、 あの、新しいデータが分かったら、あの、先生を通じて、株先さんの方にこっそりと教えてもらえればと思。<laughs> よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございました。そしたら、えっと、本当はもっと質問タイム設けたいんですが、次、みんなが、あの、事前に、あの、なんだろう、株先さんに質問してくれてたところに行きたいと思います。 ちょっと待ってくださいね。そしたら画面共有します。はい。では、え,えっと、近藤さんですね。近藤さんが質問してくれてるんですが、えっと、ご自身でちょっとこちら読み上げてくれますかはい。かぶせさんはどのような企業を、はい、<laughs> 違います。あ僕ます <laughs> 近藤さんに言ってます。ごめんなさい。ごめんなさい。<laughs> 近藤さん、大丈夫い、うん、きますかはい。じゃあ、やめます。はい。 えっと、株選さんはどのような企業を投資先に向いてるってお考えなんでしょうか、もう一つ、えっと、2024年に注目する業界なども教えていただけると幸いです、はい、あの私はね、結構あんまりそのなんかテーマとかの企業、こういう企業ってあんま決めてないですね、とにかくやっぱり安いと思うかっていうのがすごく、まあ、本当にあのバーゲンハンターじゃないですけど。 あの、僕はあの、日常生活のバーゲンセール大好きなんですよ。アウトレットとか大好きだし、そういう意味でその、いかにその、安く買うかっていうことをすごく重視してるので、どちらかというと、業種っていうか企業としては、あの、まあ、いわゆるその皆さん好きなキラキラグロース系じゃなくて、あんまりその、もうキラキラ感はないけど、あの、もうね、あの、なんか文も去っちゃったような会社かもしれないけど、でもきちんと利益を出している会社。 でそういう企業を結構注目してるんですよね。なので、あのどちらかというと、あのあのあの皆さんが知ってるように、なんか音大丈夫ですかねかしか大丈夫です。ありがとうございます、はいあの。あんまりそのグロース株というよりもあの、利益の成長はそこまで見込めないかもしれないけど、きちんと毎年必ず利益を出す企業の方を、 えー、重視しますね。で、あの、まあ、2024年に注目する業界ってなと思うんですけど、まあ、皆さんね、半導体とか言って言ってる人いると思うんですけど、も、ま、う、あ、私は唯一見てるとするならば、まあ、物流の問題ですかね。やっぱりその、あの、2024年にやっぱ物流が結構大きく変わるんじゃないかと言われていて、まあ、これは一つと人手不足とかもあるんですけど、やっぱりそういった意味で、どうしても、あの、日本が今直面してるのって、やっぱり労働者不足だとか、やっぱりそういうところが、 あとはまあ生産性を上げるとか、そういうところになってくるんですよね。で、そうなってくると、やっぱり僕はやっぱりその、まあ、物流系とか、まあ、その倉庫だとか、まあ、そういうところっていうのは、結構、あのー、大きく変わる可能性があるんじゃないかなと思って、面白いかなと思ってます。で、そういうところって結構バリエーションも、バリエーションというか、株価の、あのー、評価も低いところが多いので、まあ、結構業界としてはその、まあ、物流系。でまあ 企業としては、どっちらかというと、そのキラキラグロースよりも、あの、ま、地味かもしれないけど、確実に利益を上げてくる企業みたいな。ま、製造業であったりとか、あとその、ま、不動産で言うと、その賃貸業をやってる会社、毎月必ず家賃が入ってくるみたいな。そういうところを、 どちらかというと、重きを置いてるかなっていう感じですかね、あとあの財務内容がいい会社って見てます、やっぱこれから金利が上がってくる可能性が高いので、やっぱりそうなってくると、高い金利でね、お、あのー、調達しなけてばいけなくなると、資本コストが上がってくると、やっぱり企業も利益が減ってしまうので、例えば、えー、そういうところで、やっぱりそのあの借り入れをしなくても、自分の資金でやっていけるような会社だと、やっぱり何か不況が起こったときとか、何か災害が起こったときにも強いのかなっていうふうに思ってます。

えっと、長い期間、投資を行われてきた株セさんが投資した企業の中で PR や PBR などがいい企業でも株価が上がらなかった企業はどのような特徴があったのかっていうのが少し興味があって質問させていただきました。はい、ありがととうございいます、えっと、です、ね、これは結構、ね、難しし視点なんですけど、まあ、あの傾向として っていう形になると思うんですけど、まあ、傾向としては、やっぱり、あの、オーナー企業が多いですね。オーナー企業っていうのは、その、自分たち従業員、自分たちの経営者自体が株をたくさん持ってる企業のことを言うんですけど、結局、あの、要するに会社の株っていうのは、やっぱりその株を多く持ってる人がやっぱ権限があるわけですよね。でそうなってくると、やっぱりその、自分が社長であり、自分が大株主だと、 結局、外部の人の圧力ってかからないわけですよ。結局、自分が株、自分自身が株を持ってるのね。だから、そういう会社っていうのは、やっぱり今言って、今あるように、あの、例えば PBR が低い会社が、その、はい、あの、株、PBR を上げるためにね、株主還元しなさいっていうのは結構積極的な、 姿勢を取りななさいってなってて一方で、あの、東証はね、最近すごくやってるんですけど、例えば、東証以外の指標、例えば、えー、名古屋証券取引所とか、地方市場に上場してる銘柄っていうのは、そういう、あれがないわけですよ。あの、PBR 一番にしなさいとかって、し、あの、要するにあの、えー、取引所が言ってないので、やっぱりそういうところの会社ってあんま上がってないとこ多いですよね。なので、やっぱり結局、あの、外部圧力が、 えー、かかりにくいところは、どちらかで言うと株価も上がりにくいのかなっていきます、気がします。一方で、あのー、そういうような企業のいいところもあるんですよ。いいところは何かっていうと、結局自分自身も利害関係者になってくるので、無茶なことはできないんですよね。だから自分がオーナーであり株主だから、結局自分が損することってやりたくないじゃないですか。なので、無茶な経営っていうのは絶対やらないんですよ。 堅実な経営をする会社が多いんですよ。だから、リスクは低いんですよね。そういう失敗するリスクは。だから、あの、いい意味では失敗するリスクは少ないんだけど、悪い意味では外部からの圧力がかからないから、なかなか変わらないっていう、あの、まあ、ある、いわゆるこの諸派なんですけどね。そういう特徴があるかな、というふうに思います。りますありがとうございます。はい。ありがとうございます。では、最後の質問です。じゃあ、鷲津さんお願いします。 はい。え、投資と動機の違いを目的がシ資産の生産性なのか価格変動なのかの違いだと考えているんですが、株セ産の考える投資と動機の違いは何ですか これはですね、本当にあの、私がこの、敬愛するあの、ベンジャミン・グレアムさんの本の中に書いてあるんですけど、ぜひ皆さんもね、もし興味があったら、その、賢明なる投資家っていう、あの、私の本じゃなくて、グレアムさんが書いてる本を読んでほしいんですけど、その中の一文にこうあるんですよ。え,ーえ、投資家と投機家の違いですね。投機家と投機家の違いっていうのは、その人が相場変動に対してどのような態度で挑むかという点であると。 投機家の関心ごとは株価の変動を予測して利益を得ることであり、投資家の関心ごとは適切な証券を適切な価格で取得し保有することであるってこともあるんですよ。まさに私はこれだと思ってるんですよね。あの、投機化っていう、別に僕投機が悪いっていことを言ってるわけじゃなくて、投機っていうのはやっぱりその価格の変動をメインに投資をする、要するにさやどりっていうやつですけど、で、投資っていうのは 僕の場合もそうですけど、あの、長く株を保有することだと思ってるんですよね。あの、同じ株じゃなくてもいいです。あの、株、とにかく株を長く持つ。で、投機化の人だと多分、その雰囲気によって一回全部現金にしたりとか、あの、なんなら株にしたりとか、そういうふうに多分、えー、比率を変えたりする人が多いと思うんですよね。で、投資っていうのは、そういうことをせずに、ずっと古いインベストメントなんですよ。常に相場が悪くても良くても株を持ってる。 それはなぜかっていうと、えー、株価の変動を予測して利益を得ようとしてないからです。会社が、あのー、割安と思って、僕の場合だと割安と思って投資しているので、あのー、適正な価格になるまでじっくり持って、まあその間配当をもらったりでもいいですし、もちろんもっと割安な銘柄があったらそれに入れ替えるっていうのもいいんですけど、そういう形で利益を得ていくのが投資だと思っているので、そこの違いかなっていう気がします。はい。わかりますか大丈夫ですか はい。ありがとうございました。その、僕も、その本を読んだことがあって、すごい大好きなんですけど。あ、素晴らしい。うん、価値と価格の差を利用して、儲けるのが投資家みたいな感じで,で。そうで,そうです、そうです。あの、それは、まあ、バリュー投資って言うんですけどね。あの、あの、いろいろ手法があって、例えば、その、その時、その時の、あの、まあ、スプレッドみたいなのを投資して、まあ、デイトレとか、スキャルピングっていうに超短期で、 その株価のあの動向を見極めて投資するっていうのがもうあの投機でありスキャルピングでありデートレアなんですけど一方で価値と価格のギャップに投資するのは投資だと思ってるんですけどこれも二つあって僕の場合は、えー、今の会社の価値と、えー、市場価値のギャップを見るやり方なんですねでもう一方で未来の価格と現在の価格のギャップを 見て投資ではグロース株投資なんですね。この会社は将来これぐらいの価値になるだろうと。あるいはこれぐらいの利益が出るような会社になるだろうと。だったらこれぐらいの将来価値が出るはずだから、今のこの価値だったら買えるよねっていうのがグロース株投資で、バリュー株投資っていうのは、あの、そうじゃなくて、今の価値ですよね。今現在、お財布の中に1万円入ってて、それが5000円で売ってるから、買いだよねっていうやり方ですよね。でグロースっていうのは、 10年後、これぐらいになってるっていう件が入ってるわけですよ。でもそれは10年後なんで分かんないですよ。正しいかどうかね。だけど、そういうのを入ってるお財布を買うようなイメージ。だから、現在価値と未来価格いわ、両方ともギャップに投資してるんですよね。そういう意味で、あのー、価値と価格のギャップっていうのは同じ投資なんですけど、まあそういうふうな形で投資してるって感じですかね。はい。あ、あ、すいません。あの、一つようなちょっと気になったことがあって聞いてもいいですか、はい、どうぞどうぞ。 あのその現在の価値を考えるというふうにおっしゃっていて、それはおそらく資産をもとに考えるという意味だと思うんですが、その資産が取り出せるのが、例えば10年後だった場合は、その10年後から割り引いて、現在価値を考えていますか、うん、あすごい、鷲津さん、頭いいですねあの。それもあるんですけど、はい あの、10年後その資産がどうなってるかって大事ですよね。例えば、会社の資産がポケモンカードだったら、ちょっとさ10年後わかんないじゃないですか。でも、その会社の資産が金とか、あるいはその、上場してる株式だったりとか、東京の一等地の土地だったら、普通に考えたら価値が下がっていくっていうのは考えにくいですよね。だから、持ってる資産も大事で、僕はあの、やっぱりあの、単にその資産だけじゃなくて、持ってる資産が成長するかも見てるんですよ。要するに、 より価値が上がる資産を多く持ってるかっていうことですよね。特に今インフレなので、例えば、えー、海外に資産を持ってる会社で考えると、今円安になってるから、円ベースで見ると価値は上がってることになるわけですよね。海外のものを買ってれば。なのでそういうどこにまず資産を持ってるか、何の資産を持ってるか、先行きどういう価値が、あの、になるんだろうか、あるいはどれぐらいその価値が重要な、 資産を持ってるか。そういうことをいろいろ考えた上で、今のギャッププラス、将来価値とのギャップも見るわけです。なので、私のやり方っていうのは、その利益の成長よりも、どちらかと,いうと資産の成長を見てるって感じですかね。うん。だから、これはずっと持ってた方がいい資産と自分が思うものをその会社がいっぱい持ってるんだったら、その会社はすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。わかりますか<あ>大丈夫です。はい。ありがとうございました。はい カブセイさんありがとうございました。えー、みんなも、拍手、はい、お願いします。うーー、はい、ででももいいありがとうございました。そしたら、えー、と皆さん、ご退出していただいて大丈夫です。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張って、株式投資で続きい,いきましょう。どうしましょう。ありがとうございます。